峰岡牧は江戸幕府によって安防国に置かれた牧長佐郡朝比奈郡平郡の三つの郡にまたがり、峰岡山地一帯に周囲17里、丹別1760丁余りに及んだ。現在の千葉県鴨川市、南房総市の一部にあたる。峰岡山地は古くから馬の放牧が行われていた。峰岡牧も元は戦国時代に、 里見氏が行っていたとされ、立山藩の開役後に幕府がこれを引き継いで、峰岡馬屋を設置して、馬の育成に当たった。里見氏の家臣で大馬屋別当の職にあったとみられる、石石芸家が、江戸幕府に馬方として召し出されて、倉前に百票を与えられており、峰岡馬屋の管理に当たったとみられている。また、石石の一族も、現地で、牧師の任についていた。 だが、徳川綱吉の時代に、昇瑠やアレミの霊の影響で高狩りなどでの馬の使用が減少し、小金木、桜巻と比較して、江戸から離れていた、峰岡巻は衰退していき、元禄十六年の元禄大地震の被害によって壊滅的な撃を受けた。だが、大地震直前の元六十年に峰岡巻で、小馬が久しぶりに実施されたのを機に巻を再興する動きが、 起こった。やがて、教法六年に至って幕府は、峰岡牧最高の意向を示して、小金木の馬屋与である、綿貫夏江門が視察を行って、元況を報告し、翌年に、馬乗り、斉藤義盛と商府審、久保田武平が、現地に派遣されて、牧氏の任命など、具体的な措置を行った。義盛の養子、斉藤森康は、峰岡薪の責任者を引き継いで、 馬屋よの地位についた。教法十二年、峰岡牧は西一牧、西二牧、東上牧、東下、柱木牧の五つに区分され、以後、峰岡五牧と称された。ただし、教法元年に現地に出された触れ書きには、峰岡山柱小山牧場と書かれたものがあるなど、柱木牧、柱、小山、峰岡牧、峰岡さんの名称はそれ以前から見られるため、 柱木牧の成立は、教法十二年以前に遡って峰岡、柱木の二牧体制であった可能性が高い。ところが、完成五年、小金木、桜牧、峰岡牧の支配は突如、湘南土頭取の支配下に移されることになり、斉藤氏は更迭される。当時の湘南土頭取、岩本正友は、将軍聖母おとの方の異母帝であり、老いである将軍。 徳川家なりの新人が扱ったことが関係していると言われている。なお、岩本は、峰岡牧の牛から取った牛乳を原料に、白牛落を販売していたという。明治維新後は、新政府の峰岡牧場として引き継がれることになる。峰岡地域は1963年、日本落農発祥地として、千葉県から史跡に指定された。現代でも落農が営まれており、牛乳を、 ゆずしぼり汁と加熱で固めた、ちっこ固めたのという郷土色がある、峰岡語木教などによれば、江戸時代に、峰岡牧を構成していた五木には、以下の村が存在していた。なお、前述の通り、柱木木は、早い段階で、峰岡牧から分立して二木体制となっていた、可能性がある。また、一つの村内でも一部が、他の薪に属していた例もある。 大谷貞だ小金僕、初秋、大谷、江戸幕府の直営僕、継ぐ飯、つなぎたい、郷土食、ちっこ固めたあの甘さと、風味牛、日本農業新聞2021年6月12日、8から9面。ありがとうございます。